では、ファイナル進出おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。驚きと嬉しさとすごいなんかもう感情が高ぶってしまっています。はい。今日のステージの感想というかどんなステージでしたか？今日はこう自分が描きたいものがすごい明確にあったので、それをこう割と描けたかなとは思うんですけど、こう気持ちが高くなりすぎちゃって、こういろいろ反省するべきところもたくさんあるので、ちょっとそういう後悔も少しあります。はい、じゃあちょっとその反省会は土曜以降に持ち越していただくとして、はい、はい、ファイナルはラフマニノフの3番に囲まれて唯一のショパンということですけれども、はい、オーケストラと共演できる意気込みをお願いします。はい、私は2時からずっとショパンをプログラムに入れてくるのをこだわりにしていて、やっぱりこうコンクールとかだとリストとかラフマニノフとかの方が有利みたいなことを言われて、ここのホールで G 級の全国で弾いた時にすごい傷ついた出来事があったんですけど、やっぱり自分はショパンが好きだし、そういう思いでここまで頑張ってこれたのかなと思うので、ファイナルでも自分の大好きなショパンの音楽をオーケストラの方々と演奏できたらなと思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。